こんにちは。私は外人ライズのめぐみです。これから BCC Beauty Studio を紹介します。この Beauty Studio を使用すると肌の色調を変え、質感を損なうことなく、傷やシワを減らし、フランス人形の肌のように仕上げることができます。このクリップを使って始めましょう。Beauty Studio オをオンにします。すぐに微妙に変化したのがわかりますか 2段階のエフェクトがありますが、最初にスムージングを調整して外観を調整します。もっと自然な状態に仕上げるために値を少し減らします。これでこれらの値は記録されます。次にこれらの詳細な設定値を見てみましょう。実際にどんな影響を及ぼしているか。もちろん適切な値までマスターコントロールで調整することができます。 全体的な調整後、BCC ピクセルチューザーを使ってその領域をチェックします。このマスクをオンにすると、このようにイメージの大部分に影響を与えていることがわかります。マットをクリックするとスキン用の2色のサンプルを選ぶことができます。そして、ここにあるいくつかのキーアーを使って、エフェクトを使う領域を切り分けます。このように BCC ビューティスタジオが必要な領域を限定します。 他の多くの BCC フィルターと同様にビルトインの比較機能があり前後の効果を簡単に確認できます次の例では BCC Beauty Studio をオンにしますスムージングは調整してありフィルターの色補正とグローも使ってありますがもう少しパッと明るくなるような効果をしかしマスクをオンにすると対象の女の子の顔と その友人の顔だけではなく、髪と服にも影響しています。これではダメです。しかし、BCC Beauty Studio では、マスクを使用して、領域をさらに分離することもできます。例えば、ビルトインバージョンのモカを使用して、このようにトラックに入って、より複雑なマスクを作成します。結果このようになります。メインの女の子の顔だけに、エフェクトを使いました。 また、ここ、比較のサイドバイサイドをチェックすると BCC Beauty Studio のフィルターの効果を見ることができます。ご清聴ありがとうございました。さあ皆さん、Continuum for Adobe の無料使用版をダウンロードし、自分でチェックしてみましょう。Continuum, Sapphire, Mocha Pro など、BorisFX 製品の最新情報は、BorisFX の YouTube、Facebook、Twitter をご覧ください。